今一番高価な資産はデータです。リモートワークは新しい常識です。あなたのデータは至る所にあります。クラウド上やオンプレミス、シェアポイント、ナスストレージ。このような変化の中、 IT 部門にとってセキュリティや生産性、リモートデータアクセスは重要課題です。ファイルフレックスエンタープライズをご紹介します。リモートデータアクセスとシェアリングのための世界初のゼロトラスト方式のデータプラットフォームです。ファイルやフォルダーレベルの最新のマイクロセグメンテーション技術を用いたセキュアなアクセス、これがリモートワーカーの次の波になります。ゼロトラストはアメリカ国防総省でも採択され、サイバーセキュリティの新しい標準です。ファイルフレックスエンタープライズを用いれば、クラウドホステッドやオンプレミス、シェアポイント、企業データセンター、リモートオフィスなどのハイブリッド IT インフラストラクチャー上のすべてのデータを VPN なしでセキュアにアクセスし共有できます。 VPN とは違って、ファイルフレックスエンタープライズはインフラストラクチャーへのアクセスを与えずにデータへのアクセスを可能にします。そしてシングルサインオンやアンチウイルス、アクティブディレクトリー、 LDAP などの既存ツールを利用し続けられます。そしてファイルフレックスエンタープライズはゼロトラストプラットフォームです。認証とセキュリティはネバートラスト、オールウェイズベリファイの原則に従います。グローバル IT インフラストラクチャー上の何千人もの従業員への拡張も1日足らずで行うことができます。プラグアンドプレイのユーザーエクスペリエンスなので研修は必要ありません。ファイルフレックスエンタープライズではデータが提供元ロケーションから動きません。他の場所や他企業の格納場所に移動したり、同期やコピーされることはありません。リモートアクセスはエンドツーエンドで暗号化され、データはサーバー内に留置されたり複製保存されることはありません。またユーザーはすべて認証されます。セキュリティ機能は豊富です。多要素認証やデバイス認証、AES256 ハイブリッドポイント2ポイント20暗号化、完全リアルタイム監査とイベントロギングでファイルレベルまで活動を追跡できます。そしてこれはセキュリティ情報イベント管理ソフトに統合化します。インテル社との協力により SGX 付きのインテルプロセッサーを内蔵したコンピューター上で使用したとき、シリコンハードニングで保護された通信層をオプションとして使用でき、スヌーピングや傍受に対しより強固な対策を実現できます。セキュリティ侵害が起きている場合でも保護できます。ファイルフレックスエンタープライズは VM 上で走る純粋なソフトウェアソリューションです。なので新しいハードウェアやストレージを購入する必要はありません。そして VPN は必要ありません。フラット固定価格なのでコストクリープがありません。主要なグローバルパートナーシップにインテル、マイクロソフト、ヒューレットパッカードエンタープライズ、その他にもレファレンスアカウントがあります。ファイルフレックスエンタープライズ、ゼロトラストデータアクセスに基づくセキュリティでナンバーワン。このソフトウェアはリモートでの働き方を完全に変革します。